Nice to meet you. My name is Naoya Kamatani. I run Kotsu River, a manipulative clinic in 東村山。こんにちは。今、東村山の東口で整体院骨リバを2店舗経営している鎌谷と言います。東村山の健康な街づくりの一環として整体院骨リバでは、東村山から腰痛で悩む保育士さんの数をゼロにしようというプロジェクトをしています。保育園の数が約23個で、保育士さんが大体700人働いています。この保育園で働く保育士さんの腰痛をなくすということは、大事な子どもたちを守る仕事である保育士さんが健康に働けるということになります。まずは東村山の保育園の中で腰痛に悩む方を減らしていくことで、東村山の健康な街づくりの一環として僕たちで取り組んでいけたらなと思っています。渡辺市長、一緒に腰痛対策を応援してください。よろしくお願いします。